ああもうぶっちぎれって感じ。ぶっちぎりかしこまれって感じ。環境ミグウィングトップ7。はい、どうも、すがちゃん、おしみおちゃいです。ブラックです。ということで、今回は環境シリーズということで、今までセンターフォワード左ウィング上げてきて、今回はね、右ウィングですね。まあ、左ウィングで上げた選手たちはですね、今回右ウィングのランキングにはちょっと入れてないって感じになってます。まあ、あくまで右ウィング限定で使った中で、おもちゃが強いなと思った選手もいるし、あとはやっぱ使われてうざいなと思った選手もいるんで、今の環境ですごい強いトップ7紹介していきます。ということで、第7位はこちら、ビッグタイムのコマンですね。まあ、能力ね、改めてやっぱ見たんですけど、これエグいっすね。もっと使われていいんじゃないかなと思うんですけど、ほんと今の環境にめちゃくちゃ合ってる選手だと思いますね。まずドリブルが96あって、スピード97、瞬発99なんで、めちゃくちゃ足が速い。マクシマンとかニョントとかね、もうめちゃめちゃ足速い選手って数多くいるんだけど、B 固定でこの選手が使えるっていうのは、いいのかなっていうふうには思いますね。エラシコ持ってるんで、足裏コントロールつけると特殊ダブルタッチになるんですよね。で右ウィングに置いた場合にアウトスピンキックがやっぱり欲しいんで、俺はアウトスピンキックもつけてたから、本当両ウィング両ミッド、まあ、これどっちもできるってところもかなりいいんですけど、個人的にやっぱ右で使って遠い方の足でねボールを持つっていう感じなんで、縦に走らせて中に入っていってアウトスピンキックって、この形めっちゃ強かったんで、第7位でいいんじゃないかなって感じはします。いや突っ込むな、早いのよこいつ、逆サイドまで行っちゃうか、早いのよ、やばい、ちょっと引っ張らない、やばい、ここまで止めたーい。コマンがもう全部ゲーム作っちゃってる、お前ネイマー今日無人差がいいのよ、いや、待って、えここはーオフサイドだな、針のあれ、えオフサイドだな、あ、オッケーオッケー、針のお前フリット、だいぶ出てるよ、針の穴通すって、お前ナイブレーカーみたいな動きすな、これ一撃やん、いけるぞキングスレイ、だるいこっちもある、いや掴めん男やなこいつ、中入ってきためっちゃ、いやお前だろ、掴めんだよなあいつ、いやちょっと待って、こっちワンパン持ってないだろ、やばい、あー走れー、うわ、お、何パスクソだったけん、やばい、そこまでちょっと待って、ちょ、わかんないわかんない、やべ、蹴っちゃいねえ、オッケー、やっちゃいなよ、お前が決めちゃいな、オッケー、言ってますね、王だこいつが、王だキングスレイ、タイミングめっちゃいいじゃん、あー素晴らしい、オフェンス全然高くねえよ、これショットガードで抜き出してるわこいつ、勝てるぞ、これがヒーリーする、こいつが、いや待って対応しづらいんだよな、こっちか、こいつはね、玉離れもね、俺の中でもできちゃった、今どこやらしいのこれ、いやちょ待って、ちょ、あ、いいや、早い、ちょっと待って、はい、あ、うわー優しい、そして第6位はこちら、ムサディアビ、使ってる人も結構見るかな、このディアビに関してはボールコントロール、ボールキープ90で乗せられるってところで、スピード瞬発ボディバラが全部90台乗ってくる、で170cm なんでマジでめちゃくちゃ、ボールは持ちやすいかなと、ただその代わりちょっと決定力がね、立ち上げで74、少し決定力の部分は気になるんですけれども、守備意識とかもね、まあさっきのコマも高かったけど、守備意識このねディアビに関しても71あるんで、前線からね攻撃から守備に切り替わった時の動きとかも結構いいんで、まあほんと決定力を除けば、まあ今の環境でここまで足が速くてドリブル数値が高いですし、なかなかいないんで、環境トップなんじゃないかなっていうぐらい整ってる選手かなっていうふうに思います。だよね、竹広早いよこれ、まだ大丈夫、竹広がついてきた、早いな、竹広がついてきてる、なめんなよアーセナルよ、早いよ、あーちょっと待って、アーセナルなめんなよ、おーい、早い、アーセナルなめんなよって、この右に置いた時にリベリカ、またこれ、これだからさ、ブリバラだよね絶対、ちょっと富安ちぎられたな、ガンガン行こう、交通事故だよバカだれ、ガンガン行くよ富安、ちぎち、負けんなって、おっとお、あ、何守備ね、これゴミー、守備できちゃう、守備意識高いから守備できちゃう、ちょっと違和感感じるかも前半にちょっとアルテタに行って国体かも、キャビ、おお抜け出すね、なんか、おい、ちょっと待てよお前、コシャク、ほっ、コシャク、危ねえ、危ねえ、クロス弱体化されてなかった、終わってたよビエ、お前キャビ勝負し、これぶち抜ける、ちょっと待て、竹色早いぞ、
追いつけ、おまだまだ大丈夫。ここ守備式趣味式。OKOKOK。はい、続いて第5位はこちら、フェデリコ・キエーザということで、2023から強かったけど、2024でもやっぱ強いなっていうふうには思いますね。まあ、主にやっぱ後半から使いますよね。まあ、スーパーサブ持ってる選手、このキエーザに関しては、守備式74、チェイシング持ってるということなんで、ロングカウンターの3トップとかの場合だと、ロングカウンター自体がやっぱ選手にね、そんなガツガツいかないって感じなんだけど、チェイシング持ってれば、で、守備式が高ければ、結構突っかけて、事故をね、誘発してくれたりってところもあるんで、そういった面でもキエーザはやっぱり活躍してくれるかな。逆足のサイドですね、ここも結構高い選手にはなってるんで、ボールのタッチの感覚とかはこのキエザも全然負けず劣らずっていった感じで、むしろなんかクルクルドリブルとかはこっちの方がしやすいかなっていうぐらい、この選手もかなり使用感がいいかなと。まず一度オッケー、うわ強いな、トンダメんなってこと、これだー、ここパス、まだ大丈夫、ほっで、さらにパス、いいパクチドン、大丈夫、いやー、オッケー、オッケー、いいよ、チェシング、そこの前、チェシング、なめんな、なめんな、タケチューン、でっかい方の、あ、ちょっと待って待って待って、大丈夫、あ、決めて、あー、出せー、あ、なんで、オッケー、危ねえ、中行きすぎ、トミー、立ち位置だ、立ち位置だけ、もう開いちゃってる、開いちゃってる、危ねえ、そ、よかった、シュートゴミで、左足ダメだったわ、シュートゴミでシェイシェイ。はい、そして第4位はこちら、ウスマンヌ・デンベレということで、まあ、デンベレに関しても今の環境めちゃくちゃ強いですね。この選手は逆足の精度が最高最高ということなんで、ほんと最高最高のドリブラーってマジでドリブルしやすい。ミッドフィルダーかウィングで足速い選手使うなんて誰かって、やっぱり第一候補上がってるのはデンベレかな。ドリブル高くてスピード瞬発高いってところで、ランダーパスとかも地味に79あるということ で結構チャンスメイクもまあしっかりすることはできるかな。で、右でも左でもシュートを振っていけるところがあるんで、非常に使いやすいし、今の環境にやっぱこの選手はめちゃくちゃ合ってる選手なんじゃないかなって感じはします。決定力がね、もっと上がればもっと高い順位狙えそうな感じあるけどね。そう、あー、舐めすぎー、スルバさんよー、ちょっと待てよー、ちょっと待てよー、あいーライン高けってよお前、これエグ、ショートカウントの弊害出てってるよお前。いやー、でもデンベレってさ、いらないからパスを、通常のパスとか早くしよう。こいつさっきからうるせえ、おい、グルスエー、日本の、はっ、日本の司法、おー、絶対クロスやらせまへん。いや、ファール、ファールくれよ、ちょっと待て、大丈夫、あ、ちょっと待って、釣られて、オブヌー、いや、もうなんでよ、タケ、タケヒロ、ありがとう、感謝、パスが、理解できねえよ、誰も、やばい、こいつ、インレシだったっけ、だから、位置うざい、飲みすぎ、飲めたパスやめろ、いや、もうなんで、はい、そして第3位はこちら、週刊 FP のモハメド・サラーということで、まあ、これセンターフォワードの時にも入れたと思うんですけど、試合見返していくと右ウィングでね、使ってる方も多いかなと思います。やっぱオフェンスエース決定力がとにかくむちゃくちゃ高いんですよね。結構4213とか4123使う時に、まあ、後半からサラーってやっぱり絶対出すんだけど、サラーとマラドーナを持ってた時にどうしてもね、調子が普通とかだと絶対サラーを使っちゃうから、サラー何がいいかっていうと、とにかく決定力93バフかけて、これがめちゃくちゃ偉大ですね。ここ決めてほしいみたいなところを、やっぱりサラーって後半から入ってきてゴールを決めてくれるっていう、やっぱ、ね、絶大な信頼感がある。ウイングの選手って結構今まで出てきた選手もそうなんだけど、決定力が意外と低かったりするんだよね。足が速い、ドリブルができるみたいな選手はめっちゃいるんだけど、決定力が90乗ってくる選手なかなかいないんだけど、このサラーでさ、心配されてたのは、いや、ワンシューないやん、まあいろいろ言われてたと思うんですけど、なんかね、今作2024になってから、別にね、ワンタッチシュートも気になるところは気になるんだけど、ただ前作ほどは晩秋なくても結構やっぱ決定力が高ければなんか決めてくれるなってイメージが、むしろ俺はなんか使ってて結構腹立ったのは、マラドーナを決定力85育成バフの系で使ってたんですけど、マラドーナ横からのパス晩秋外すんだよ、ポスト当てて、やっぱり勝ち切るってところを考えると、やっぱりどうしても俺はこのサラーめっちゃ必須になってくるし、相手にいてもやっぱりワンチャン透明の位置からとかでも左で巻いて決められたりとかもするんで、危険度を考えてもね、トップ3でいいんじゃないかなって感じはしますね。ちょっと待って、もう、ね、遠い、サラゾーン、行けお前、サラゾーン、デルピルゾーンならぬサラゾーン、ピラミッドみたいなサラゾーン、三角形いや、決定力やばいわ、ゴルフすなお前、やっぱり、坊主だね、決定力やっぱすごいんだよね、もうここ入ってほぼ入るもんこれやつ欲しいね。しかしこのサイドで抜け出し、コマンがやっぱすごいから、ちょっとこいつ舐めすぎ、タケヒロ
やるやん、やるやん、モハメド。うーん、どうする？これ、あと1点にしようよ。調子こくと中行ってくるか。おい、やめろそれ、帰れ。おい、帰れ、やめろ。モハメド落としてからの飛び出す引き死に、ここ大丈夫、ここ2人、あ、2人でカバーして、カバーして、ちょちょちょ。ということで第2はこちらラファシューバということで、エピックが来た時のハイライトの副産物で来たと思うんですけど、その週の、ね、エピックがちょっとね渋くて、ラファシューバ目的で結構引いてる人もいるぐらい、ま、能力が強いんですよね。スピード瞬発が95、97いって、ボールコントロールからボールキープも全部90で乗せられる、グランドアバスとかもやっぱ80で乗せられてね、パサーでも活躍することができるっていうので、ハイライトのラファシューバめちゃめちゃ強いんだけど、通常でも、ま、使ってる方は結構多くいるから、大人気な、ま、めちゃくちゃ使われてる選手のうちの一人かなっていうふうに思います。縦のダブルタッチマジうぜえから。うん、やるね。うん、うん、それわかるね。うん、あ、お前ね、ダブルチームはついちゃうかな。うん、オッケーオッケー、あげちゃう。中じゃん、ムバップ離れてんな。ここね、裏をまずケアするということ。いや違う違う、シャビ、違うか、シャビなんですけど、違うか、大丈夫。いやー、ちょっと待って待って待って、ちぎられすぎちぎられすぎ。オッケー、やばい、あれ、オッケーオッケーオッケー、出せ出せ、これ中だろう。おお、トビアスも、トビアスも行かないってしょ。おお、ちょっと待って、ああ、ああ、まだ大丈夫。いやー、1個分かっちゃうよそれは。ちょ、お前なんで行かねえんだよ。お前モドリッチ、アウトスピード。大丈夫、お前何、え、なにお前、ボタボチだってそりゃ。とりあえず打っとけ。お前。ボクシング。アウトスピンがお前。当たってあれ、もうこれあるある。もうこれめちゃめちゃあるある。これ。何なんだよこれ。当てて。まだ大丈夫。大外。まだ大丈夫。オッケー、え、ちょっと待ってお前。やめろ。オッケーオッケーオッケー。トミヤス、行きなさい。はい、いやー、マジ普通にグバルなんよ。待て、パス、ワンツーかよ、ワンツーかよ。はい、オッケー、はい、オッケー。これね、ラファシューバで地味にね、あのスルパとかパス値高いんですよ、ここプッとこう、これいいよね。ということで、ミグウィング第1位はこちら、リオネル・メッシということで、まあ、髪の毛メッシでもいいですし、筋肉メッシでもいいし、最近その1個前に登場したブースターのメッシとかでもいいし、おもちゃ TV 的に言うと、ミグウィングで使うところに担い手が強いのかなって感じする、ね。担い手が一番強いかなと思います。まあ、今の環境にものすごい合ってるかな、ウィングの場合はね。ボールコントロールとドリブルが高くて、足がめっちゃ速い。で、決定力めちゃくちゃ高いっていうメッシなんで、ミグウィングに置いた場合に、一番破壊力があるなって感じるのは、このミグウィングメッシだし、運命の担い手メッシに手焼いたなっていう試合がめちゃくちゃ多かったから、一番対応しづらかったのはやっぱり右ウィングに置かれたこの運命の担い手メッシで、とにかくやっぱ縦ぶっちぎられると結構やっぱ止められないし、ちょっと守備のこっちの操作を間違えちゃうと、ほんと縦行かれてそのまんまやっぱり決定力も高いからシュート打たれて入っちゃうっていう感じがあるんで、試合に及ぼす危険度とかも考えると、このメッシがまあ断じていくから、この選手が第一でまあ間違いないのかなって感じはします。うわー、早さー、はい、あ、よしこ、よしこなれんな、お前ワールドカップチンチンしたろか、お前は。おぉ、カルロス、カルロス前だ。おっ、そっち行く、そっちも行けるの、そっち行っちゃう。や、やべ、はい、ネイマー、あ、なに、ナイキー、あ、はい、ナイパス、あ、あ、あ、惜しい、あ、危ねえ、あ、めっ、あ、突っ込むと行かれちゃうんだよ。あー、突っ込まなくても、うん、あー、惜しい。ここでね、どういうパスを出すかはもう俺のさじ加減。あー、もうぶっちぎれって感じ、ぶっちぎり、かしこまれって感じ。突っ込んだらあんま突っ込まない、ほら、あ、これなのよ、スクリードね、ま、どう考えてもシッみたいな感じ、すげえ足伸びてる。ここね、ここを通してもうチャンスメイクも己できますよと。はい、はい、あー、たぶん、いけ、いや、ジャカリット、やば、ここ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 、ドッキン、ドッキンバトルだー、よっしゃー、決定力すげえな。おい、脱げな、脱げな、靴を脱げ。しかしもう
ガスなので。テイガスだけど、しかしもう…いやでも、テイガスに似てるよ。似てる？うん。ドッカンバトル始まっちゃった、これ。なんかさ、テイガス…ドッカンドッカンついてるの…危ねえ。ここ見してきちゃうから。やべえ。ここ見してきちゃうからメッシから始まってますから。パスもそんなに数値高くないけど、相手がドリブルですっごい変なコース取ってたんだね、立ち位置。ロベルト・カルロスさんが。そうしたらここで、あ、ここにボールありますよーって、ぷりっと入ってくるから。こんなパフォーマンスねえだろ、ここね。いや、これネイマールの立ち素晴らしいな。いや、待って待って、ちょっと、めんどくさい、めんどくさい。めんどくさいんだよな、これ。ちょっと対応間違えるとさ、すぐ中入ってこようとするんじゃん、このボール。そうだね、そこじゃない。いや、違う違う、そこじゃないよ。メッシじゃねえ。絶妙だろ、絶妙だろ、ここ絶妙だよ。いや気持ちいい。これ以外にもですね、まだまだ多分優秀な選手いると思うんで、ぜひねこういった選手も強いですよというのがあればですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいなというふうに思います。そしたらさよなら。